シームズ。そうそう。あとね、ちょっと私やりたいなと思ってることがありまして、トロフィー。プレイステーション4のトロフィーをね、ちょっと狙っていきたいなと思うんですけど、それがね、なんか、なんだっけ、どう忘れちゃった。あれですよ。なんだっけ、スキルをマスターさせる、みたいな、のなんですよね。なので、多分料理なら料理とかを、マックスにさせる必要があるのかなと。楽器とかね。うん。なので、まあ、やっぱ楽器、野生的な感じには楽器がいるかなと思うので、今回はね、いろんなその、できるならだけどね。できるならばそういう系もね、ちょっと狙ってやってみたいなと思うんですよね。はい。まあ、こんな感じのスタートはどうでしょうか。あ、本か。本急に来るんだよね。なんか、もちこちゃんもさ、突然、論理学がとかさ、なってきたので、本はあった方がいいのかなぁ。まあ、何もないよりはマシなんで、ちょっと木に、木じゃないや、壁に取り付ける感じで、ちょっとなんか、一個ぐらい用意しときましょうか。こんな感じでね。うん。さあ、これでどうでしょうか。ベッド、テーブル、トイレとお風呂、それから、冷蔵庫と、コンロもあるし、で、プールもあるでしょ？で、植木。いい感じじゃないですかね。どうでしょうか。これでもうちょっと木をね、生やせば、可愛らしくっていうか自然体な感じになるやもしれませんが、邪魔臭くて見えないっていうのが一番嫌なんでね。それだけは避けたい。こっちがまあ森と。この辺森でね、森。森があって、いや、このゲームさ、本当に木が大きくて、ありがたいですね。なんか普通、ちょっとなんかちっちゃくてさ、あ、これ木かなって思うようなゲームって結構あるじゃないですか。そういう感じが一切しない。うん。木は木。大きい大きい、みたいな。そんな感じになってるんで、すごいなんか嬉しいですね。よし。こんな感じですかね。はい。出来上がりました。これが、名前なんだっけ名前なんだっけココナッツなんとかくん。ベルリーだっけココナッツくんの、はい。住むお家になりますね。向こう何？向こうなんだ？なんかある都会？結構都会なのかな？かなりの荒野に住んでるイメージあったんですけどね。荒野的な。うん。はい。ウィーンと行きまして、ちょっと街灯増やすかもしれないけどね。夜になったらね。はい。で、まあ、彼はね、断捨離人間ということで、物に執着がしないということで、家も何もない。はい。野生的な感じでスタートが始まります。はい。で、まあ、運動、プール、トレーニング。そしてトイレと、お風呂。まあ、これはね、一応女性もゆくゆく住む予定なので、まあ、隠すということで、はい。まあ、こんな感じしています。で、寝るのも外。ご飯も外。全部外で生活していきます。で、植木マニアなので、まあ、この辺をね、飾り付けてもらえると信じて、で、これは謎です。はい。まあ、こんな感じでやっていきたいなと思います。はい。それでは、生活モードにしてみましょう。はい、始まりました。そしてですね、で、さっき、最初の頃に言ってた、家系的なやつ、多分この辺だと思うんだよな。この緑がね、マックスに来たら年取っていくのはもう覚えました。これ、家系図。これをね、やりたいわけですよ。はい、こっからどんどん、発生させてね、行きたいわけなので、年取っちゃうとね、ちょっとなかなか難しくなってきちゃうので、今回はもう早めにもう出会いを、やりましてですね、美しい人と、ま、結婚して、などなどちょっとやっていきたいんですが、フィットネススキルを身につけたみたいですね。まず何がともあれ、お金を稼がないといけないので、仕事ですね。ギター、いきなり始めてくれるの？嬉しいなぁ。さあ、仕事を探しましょう。探してる？どうやって探すんだっけ？あ、こういう画面なんだ。
ふむふむ、こんなにあるんだね。で、これが何？さっきなんかワンちゃんのマークついてましたけども、一番新しい、その、追加されたやつなのかな？フリーランサーだって。プログラマーとかライターか。そういうんじゃなくてね。なんかさ、見た時にさ、ネットで、仕事を見たんですけど、植物関係のがあったんですよね。それないんだけど。植物関係の仕事ってないの？ちょっと待って、もう一個さ、確かさ、あったよね。もしかしたらその、追加コンテンツなのかな？これ登録したらどうなるんだろう？ちょっとやってみよう。登録すると、別の仕事紹介してもらえるのか、勝手にサラリーマン的な感じになっちゃう。何これ？職業は何ですか？何これ？あ！これ多分さ、自分で勝手に決められるやつじゃないですか？いや、そういうんじゃないんだよ。そういうんじゃないの。そういうんじゃないんだよ。私がやりたいのは。じゃあもうしょうがないな。じゃあ、仕事つかないわけにはいかないので、仕事探してもらって、なんか、着替えてるな。ん？あら！泳ぐというか、早速プール使ってくれてるのね。嬉しいな。かわいいな。もうちょっと広くてもよかったかな。まあいいか。で、仕事探す。仕事して。仕事しないと。なんだなんだ？あ。ご近所さん。あ。そっかそっか。はじめましてって来てくれたんだ。誰だこの人。いきなりなんか水着でご挨拶も面白いですけどね。招き入れる。そして、水しぶきをかける。嫌われるかな？いきなりそれやったら。どうだ？水しぶき、いけ！あら？まあ、そこ入ってもいいけど、お風呂よ。お風呂しかないのよ。うちはもうあれがないですからね。来てくれたお礼を言う。余計なもの一切ないですからね。はてな。なになに？どうした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 ？犬に熱中する。犬？犬なんかいないよね。とりあえず、うわー、ココナッツお腹出てるな。彼がとても細く見えるよ。来てくれたお礼を言って、まずは、やっぱり仲良くなっとかないとね。もうさすがに覚えましたからね。緑をいっぱいやれば、仲良くなれるということも、わかりましたので、文句を言う。釣りスポットは聞いとこうかな。釣りスポット聞きつつの、仕事探します。それからまたどんどん話そうかな。いや、なんか植物関係、なんかネットで見たからやりたかったんだけどな。できないの悲しいね。多分なんか、あれがあるんだろうな、その課金的なのとかね。まあ、その辺はね、ちょっと調べてないので、うん。課金の要素的なものは何も調べないでやってるのでね。はい。まあ、この今の状態で楽しもうかな。まあ、獣医さんが増えたりなんだりってさっき出てたんで、その、買ったものによって変わっていくんでしょうね、きっとね。できることがね。水分補給係。なんかさ、仕事がさ、不思議なんだけど。作家助手。インターン。宇宙飛行士っていいね。かっこいいな。タフガイ。まあ、画家はね、もちこちゃんがやってたやつなんで、バリスタもかっこいいな。